はい、神社の、本殿の奥ですね。こちらは何かまで見えるようにしてありますね。こういう渡り廊下って本殿ですね。こちらも大社造りですね。やっぱあの根腐れ防止で全部こういうコンクリートになっちゃいます。しょうがないですね。こればっかりは昔だったらちょっとね、いろいろ寄付金を集めて建て直すとかできるんですけど、そこまでの信仰心があるかどうか。だいたいこのぐらいの神社で建て直して多分10億ぐらいじゃないですかね、多分10億ぐらいかかると思います。まあ、この木の何を木を使うかにもよるんですけどね、まあ、10億というお金を寄進していただける人が、ね、いるかどうかというところは多分全国の神社の悩みですね、これは。あとこちらに奥の方にも神社がありますね。一つ何かもうわからなくなってますけど、神社跡になってますね。